はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、たびたびあやとサロンの動画に登場していただいている上昇綾乃カミオンさんと、狭い道として有名な埼玉県の秩父市から山梨県笛吹市につながる仮坂峠を走行してきましたので、その映像を公開していこうと思います。今回もコラボ企画ということで、ゆるゆるなトークをしながら山道の方を走行してまいりました。それではご覧ください。これループ教室。あ、そっか、橋ですよね。そうだね、はい、なんか宗教みたいな宗教なんか信仰してる感じかと、ぽ、はい、はい、っぽいですね。ループ教、宗教法人ループ教みたいな。こういうの好きな人はもうきっとループ教ですよね。そうですね、多分橋マニアとかここ好きだと思うんですよ。もう橋桁すげー高いんですよ、1個が。すごー、なんかレゴブロック積み上げたみたいな。あ、しかもダムは水流れてるんですよ。あ、ほんとだ。交流出てますね。そう、すごい。もう結構アトラクションですよ。なんか見るところが多すぎる。これは高所恐怖症の人は無理ですね。結構怖いですよね。すごー。あれ、乗車の大丈夫でしたっけ、高いところ。大丈夫です。あ、です。あ、よかったよかった。トラックに乗ってれば大丈夫です。あ、なるほどね。でもこれなんか、はい、ちょっと下見たらやばい感じですよね。そう降りてて、そうですね。案外、はあ、テンション上がってれば大丈夫。ああ、すごい。自然ですよ。でもこれのこういう、はい、あれですよね、柱とかは、はい、トラックが運んできてるんですよね。そうですね、こっちで組み立ててるんですね。これはちょうどダムがあるんで、放流の多分時間によっては今ちょうど流れてるんですけど、おー、バーって水が出てるんですよね。めっちゃ出てます。放流タイムですね。偶然ですね。偶然です。1日何回か流すんですけど、はい、雨降ったから多分増えたんでしょうね、水も。雨増えたら、うん、ちょっと開放しない。あ、猿がいる。本当だ、危ねさん。今日は多いですね。こっちにもいる。風邪ひくなよ。すごい、ね、え、私初めて会いました。お猿さん。あ、本当ですか。マジか。ね、なんか日光のイメージですよね。確かに埼玉にもいるんだみたいな。日光で、はい、日光猿軍団で、はいはいはい、見ました。初めてじゃなかった。初めてじゃなかった。野生の猿はなかなかね。野生の猿に初めてですよ。うん、え、この調子で鹿にも会いたい。ね、鹿も出てくればね。鹿って夜行性なんですか。夜の方がいますね。でも昼間はたまに出るんですけど。人がいないの分かってるんですね、やっぱり。そうですね。トンネル内特別スリップ注意。こういうトンネルの幅が狭いところ。はいはい。で、たまにこのミラーの位置にガーって線入ってる。ああ、ありますね。あれ、みんな擦ってるってことですよね。そうですね。幅がやっぱり狭いようなとことかだと、はい。これはね、上があれば全然大丈夫なんですけど。そうですね。はい。滝沢ダムってとこですね。これがダムで。あ、さっきの反対側に来た感じですね、あの壁の。怖い。ちょっとダムってあれですよね。なんか幽霊が出てそう。水怖くて。あ、そうかそうか。泳ぐのがダメなんでしたもんね。確かに。泳げない。海恐怖症ですもんね。水。はい。水に顔をつけるの一苦労です。ああ。だから顔を洗うのも苦手なんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ水つくだけでもちょっと抵抗ある感じなんですね。もう一般車進入禁止。あ、こっちですね。はい。多分ダムに降りていける道なんですよね。どういう車がダムに入ってくるんですか。多分なんか管理する車ですよね。あの、水かさ測ったりとか。はい。なるほど、職員さんの。そうですね、県の土木事務所ですかね。お、すごい、耳が。あ、来ますね。行きますね。これでちょっと上がった 5、60メーターぐらいは多分高いところ走ってるんで、さっきより。これからさらにどんどん上がっていきますね。
まだ上がるんです。あ、そっか、まだ雲だ。雲から雲がそこの位置なんで。あれ雲ですか？あれ雲ですね。だから東京スカイツリーでいうと多分第二展望台ぐらいの高さのところ走ってますよ、ね、すごい。はい。こっちの方がいい。スカイツリーとかよりこっちの方が自然を感じられますよね。いいですね。はい。標高も結構高いはずですよ、こっちも。600近く行ってんじゃないですかね。目がやられるみたいな。遠い武者の位置だったらきっと綺麗ねってなるんでしょうけど、目の前通り過ぎてくわみたいな。このトンネル抜けて右に曲がるとこがあるんですけど、はい、その道ずっと行くと唯一その埼玉と長野の県境なんですよ。長野、はい、長野県と埼玉県って接してないと思われてて、実は接してて、その一箇所だけは繋がってるんですよ。そう、はあ、私すごく方向音痴な上に地理がめっちゃ苦手で、はい、はいはいはい、長野県そうですね、上の方ですね。信州に抜けちゃう感じ。すごい遠いイメージでした。そうなんですよ。まあ、一般的に考えると群馬、長野なんですけど、埼玉、群馬、長野みたいな感じなんですけど、その群馬飛び越えて埼玉、長野のポイントが唯一あるんですよね。へぇ、まあ、めちゃくちゃすごい山道に登ってるんですけど。はい。今ちょっと崖崩れで通れなくなっちゃってて。あら、大変。はい。この砂利道なんですよ、その道が林道で。日本で唯一ではないのかもしれないけど、舗装じゃないんですよね。この道を右曲がると長野に行ける。あれですね、中津川を越えて。中津川。聞いたことある。なんか向こう中津川の方はなんかあの紅葉スポットなんですよね。へえ、ああそうなんですね。はい、秋になるとすごいもみじ狩りとかできるところですね。もみじ狩りって、はいはい、取るんですか？取らないですよね。何でもみじ狩りなんですかね。なんかいちご狩りとか、はい、ぶどう狩りとかは分かるんですよ。確かに狩るんで、うん、おぎるんで、おぎますからね。なんかもみじ狩りって不思議な言葉ですよね。そうですね。落ち葉を回収するわけではないですからね。落ちてる落ち葉とかで、なんか綺麗なやつとかは、はい、なんか絶対、うん、家帰った頃には忘れてるのに、はい、帳とかに挟んで持って帰ったりとかしてました。あ、修学旅行の時来年ぐらいに出てくるみたいな感じ。カピカピになってた。遊ばれてたみたいな。ただ挟んであるだけなんで、はい、綺麗に押し花みたいに乾燥もしてないし。ちょっとよれちゃってる感じですね。もう粉々になって、はい、結構下が滑るんですよね。コンクリートなんで、はい、普通のアスファルトよりもやっぱりツルツル、冬とかだと滑りやすいんですよ。そう、あ、これは湿ってるわけじゃなくてこういう道路なんですね、はい。まあ、今ちょっと湿気がこう水が濡れちゃってるんですけど、なんかずっと濡れてる感じですね。ここなんか湧き出てるのかわかんないですけど、水気があるんですよ。いつも冬とかだと凍っちゃうんですよね。結構危ないポイント、はい、はい。今もまだこれも微妙な上り坂なんで、はい、どん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 標高自体は上がってっていうかですね、はい、見えないからそんな感じが出てしないですね。坂道感がよくわかんないですよね、トンネルの中って。釣り観光、うん、なんか奥行きもよくわかんないし、はい、
左側なんかずっと川なんですよね。うんうん、うん、そうですね、ずっとこっちに、はい、でダムに繋がってる感じ。ヒロヒロじゃないヒロヒロ川。さっきちらっと 見えたんですけど、水、はい、水、うん、水の流れがめっちゃ透き通ってて綺麗でした。そうそう、この辺結構上流なんで、アユとかイワナとか、これトラウトオンっていうのが、トラウトイワナマス、トラウトサーモンしか分からない、はい、あれありませんでしたっけ、サーモントラウトありますね、なんかありますよね、はい、マスのことを言ってるみたいですね。あ、そうなんですね、はい、サーモンに近いのかな、マスだと。あ、種類なんだ、はい、泳いでる釣り場、釣れるところみたいなのが、はい、水はやっぱ綺麗なんですね。好きな人とか、はい、行きたいなって。あ、そうみたいですよね、ほんと川釣りのメッカというか、はい、なかなかこれだけ川が綺麗なところも相当上に来ないとないんで、はい、ここまで登ってきたら釣りがいもありますよね。そうですよね何としても捕まえたい釣りか、できそうだな川は難しそうですよね、流れてるから難しいって言いますよね、すぐバレそうです、はい、そうそうね乗車さんの餌がでっかい今魚いたよねとか言っちゃいそうなんで、じっと持つ、はい、できなそうあ、できます。結構急ですね。結構急ですね、この辺もだいぶ山道感が出てる感じ。そうですね、もう結構険しい峠ですね。はい、ギリギリですね。そうですね、大型登っていける今度ギリギリじゃないですかね、幅的にも、はい、勾配的にも。結構荷物これ積んでると相当負担かかるんで。なるほど、はい、ずっとアクセル全開で。どのくらい感覚的に違うもんですか、まあ、はい、捨てるものの重さにもよるでしょうけど。はい、そうですね、やっぱ平地と比べるともう全然 3倍ぐらいは遅いですね。そうなんだ、うん、スピード出ないし、ギアが上げられないですよね。ああ、そっか、はい、多分3速が限界じゃないですかね。なるほど、トレーラーだとさらにもっともっと上がらなくなるんで。じゃあもうなんか文字通りゴリゴリ上がるのかな。そうですね、トラックがだいぶ疲れる感じですね。前から大型来るとこっちが、ね、止まっちゃうと再発進するのが結構大変で。そっか、坂道発進ですね。緊張の瞬間ですね。はい、大型で満載だとそうですね、そうですね、そういうことが起きる可能性も考えて、やっぱ所有距離は長くに取っといてもらった方が、はいはい、そうですね、自分の身を守ることにつながりますね、乗用車の人も。はい、あまり後ろぴったりついてると怖いですよね、やっぱり。え、怖いですよね。はい、よいしょ。あー、こっち怖いです。高さがね、崖なんでね、なんか転げ落ちそうな。なんだろう、なんか、はい、ギリギリを、うん、綱渡り感攻めてる感じそうですね、よいしょ。こうやって覗き込めば、はい、まだその、うん、余裕があるのがあるんですけど、こうやって普通に座ってると、はい、この辺の視覚で、あ、完全に浮いてますね空飛んでる感じですね、半分、はい、感じですよね、思ってるよりもね。もう定期的に耳抜きしないと。そうです、結構きますよね。はい、あ、霧がこの辺が一番急勾配なところですね。おお、よいしょ、なんか水車回ってるもう
そば売ってます、ね、そば打ち、そば、お水が綺麗だから。そうですね、そば有名なんですよね、秩父。へぇ、なんか聞いたことあるかもしれないです。あ、本当ですか。そうなんだ、そうなんだそう、秩父はね、おそば屋さんが多いですよ、すごい。へぇ、またトンネルですね。これです。ちょっともう霧がまた雲っすね。雲か、雲の中に、はい、すごい雨雲の中入ります。暗いですね、トンネル。そうなんですよね、電気が少ない。なんか蛇みたいな、うん、トンネルですね。確かに蛇みたいなトンネル。蛇の中で、お腹が入った感じ。ブロッコ感が、あ、違うな。そっち発言ばっかりしてしまう。語彙力が、わ、苔だらけですね。緑の壁だ。はい、常に湿ってるんで、この辺湿ってなければ、こういう感じの壁にしたいです、家の壁グリーンな感じ。苔を育てたいですよね苔栽培キットみたいな。いいよ、出してくる。そうですね、これも動物注意の看板が結構あって、鹿注意。鹿ですね、今。はい、何が出ますかね。タヌキは、はい、タヌキもいますね。ウサギは見たことないですけど、キツネはいますね。あー、キツネ、キツネ、タヌキ。キツネっているんですか。あ、キツネいますよ。なんか犬みたいな、ちっちゃい子犬みたいなのが、細い犬みたいな感じね。細い犬細い犬みたいな。タヌキとかキツネとかって、はい、なんか犬猫とそんなにサイズ感変わんないじゃないですか。はいはいはい。お、緑の木がです。お、いいっすね。新型の木がです。もう先に行かしましょう。いい色です。いい色ですね。あ、そうだ、いいな、いいな振り返ってしまう。そして、あ、すいません。あ、大丈夫。古いタイプの1個前のやつですね。外が真っ白だ。何にも見えない。有効期限が2023年5月です。伊豆のギガの、はい、旧型のギガって、はい、なんかグリルとヘッドライトで、はい、だいたいなんか初期中期後期みたいなの分かるじゃないですか。はい、結構初期の一番古いのもまだ走ってますよね。そうですね、会社によってもまだ使ってるとこありますよね。どういうもの運んでるトラックだと、はい、息が長いっていうか、はい、長く運んでる。そうですね、やっぱダンプとか長いの多いですよね。あ、ダンプとか、はい、あとはなんかこう重機とか運ぶトラックとかってそんなにこう活躍しないんですよ。毎日動くわけじゃないから。そう、結構あんまりこう距離走らないんですね。だからエンジンも長持ちするんで。はい、古いのが多いですね。あと車運ぶやつとか、はい、重機とかのは古い、大きい、多いですね。多いですよね。キャリアカーでしたっけ。そうですね、車運ぶやつも割と、はい、人気入ってる特になんかね、ショベルカーとか運ぶやつは、うん、多かったりしますね。なんかその長距離の車はすぐやっぱ距離走っちゃうんで。そっか、うん、割とその替えが早いというか、すぐニューモデルになる。はい、そうですよね。そうですね、業種によってトラックの寿命もだいぶ違うんで。はいトラックの整備をしているところを見てみたいです。はい、ああ、整備工場行きたいですね。アポ取ってみるんで。足回りとか、はい、うん、オイル交換とかも見てみたいし。はい、完全に雲の中ですねこの辺はもうトンネル入る前に、はい、真っ白白ですね。マイナスイオンに満たされてる。真っ白、うん、じゃあタイヤ交換の見学とか取り行きますか。行きたいです。ね、面白そうですね。
リアクションがちょっと見たい。めっちゃウキウキしちゃう、ね、もう前日寝れないすごいですね。遠足気分みたいな上がり方しますでしょ誰かぶつかったでしょう。疲れましたね。結構ね、この辺は、はい、ご愛嬌みたいな感じでベコベコですね。そうすねみんな命守るのに必死。そうですね。前から来るとね、結構避けないとかわせないんで、ね、よいしょ。これあれなんですよ、上がこの家のなんてやつか、ライトみたいな、多分その建築のインテリアデザイナーが入ってるらしいんですよね。相当入りそうです。2リットルのペットボトルとかも入りそうです。はい、真ん中も入りそう。マックス12キロ。おお。あ、書いてますね、一応重さが。書いてありました。マックス12キロ。ポテチだったら無限に入ります。そうですね、だいぶスペース的には余裕があるので。だって手伸ばせます。すげえ。手伸ばしても届かない感じですか。届かない。すごいですね。ギリギリこの辺、前の方だったら、はいはいはい、届ける感じ。本当だ、ギリギリ。すごい。逆にちっちゃい人は、この辺の物取るの大変かもしれない、はい、そうですね、手が叩かないと。カーテンが入ってました。本当だ。多分ここに通せるようになってるんですよね。ここにも一応カーテンが付けられるようになってて、仮眠用のカーテンと、あとここに棚とかも一応社外品の、あ、純正品のやつの棚があったりするんで。ここに付くんですか、はい、ラックみたいな感じですね。漫画置きましょう。そうそうそう、スペースがいっぱいあるんで、すごい。こう人によってはここになんかこういう棚作って組み立てて、はい、無線置いたりとか。ああ、そっかそっか。そう、スペースにしたりすることもできるし。これもなんか広いですよね。そうですね、フラットな面が。もっと、はい、コンパクトなイメージですし。そうですね、椅子の時は多分もうちょっと、はい、出てたんで。ボタンがあったから椅子。そうですね、この辺になんかライトとかのね、ボタン、はい、ここにも割と収納スペースはすごく考えられてますね。おしゃれ、おしゃれです。デザインがちょっと近代的ですよね。ここもなんかすごい広いスペースができたんで、昔はこうだったんですよ。そんなにこんな広いスペースなかったんですけど。あ、ここにも、はい、これ10キロまで行けます。あ、書いてあるんですね。10キロまで、重さ10キロ。あ、数字が書いてあるの知らなかった。10キロも乗せないですよね、これ。そうそう、結構な重さですよ。何乗せたら10キロになるんだろう。米とか、米とか。乗せない。米だわだ。米だわだ乗せるか。へえ。なんか お弁当とか乗せるのいいですよね。食べて、あ、確かに確かに。こういう結構フラットな面があるんで。そうですね、休憩するときとか結構便利かなって気がする。へえ。あとこれはなんかサイドブレーキはここについてるんで、うんうん、普通横なんですよ。前のもここに、椅子ももちろんここなんですけど、昨日はここに移ったんですよね。へー。だからこのスペースを結構有効活用できる。
感じです。はい、あ、ここも開く。お、本当だ。びっくりしたよ。収納スペース。めっちゃ奥行きある。そうですね。丸々です。いいです。はい。え、何入れるんだろう。そんな、なんですかね。割り箸とか。割り箸とか。割り箸とか。普段使わないようなもの。ストックで。はい。住めますね。そうですね。キャンピングカーみたいな感じですよね。本当。すごいな。トラックなのにこんなに。うん。ここにカメラがついてて、上にもカメラがついて、あ、上はドライブか。これがなんか車間距離とか測るカメラがついてるんですけど、外から見るとレンズが見える感じですね。うん、はい。で、なんか線はみ出そうになったら警告なったりとか、寄りすぎですよみたいな。お母さん。お母さん機能ついてる。本当なんかお母さん機能すごいですね、最近のトラック。起きなさいって。そう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 。起きなさいって、あと寝てるわよって。この内装は本当に驚きですね。そうですね、ちょっとなんかトラックっぽくないですよね、うん、全然バスみたいな。だってシートが、はい、ブラウンカラー。椅子は青なんですよね、椅子が。うんうんうん、うん、そうですね、青でしたね。ここいろいろ考え抜かれてますよね。うん、こんな感じ。あ、本当だ。一応ここにもなんか伝票入れたりとか地図入れたりとかできるし、収納はすごい考えられてる。ここにもちょっとちっちゃい微妙な小物入れとか、このベッドの下も何気に収納スペースなんで、あ、たまにしか使わないものはこの下に入れられるんですよね。なるほど、はい、収納に困らない。そうですね、トラックですね。こんなに、はい、どのメーカーもこんな感じでついてますか。そうですね、でも日野がやっぱ一番この点は考えられてるかなって気がしますね。ベッドも絶妙な柔らかさなんで、これ寝るときに硬すぎず柔らかすぎずみたいな。ああ、腰が痛くなったり。そうそうそう。椅子はちょっと硬めですね、ベッドは。ここにも入る。もう何入れようって思いますね。本当だ。何しまおう。なんかインテリアを完成させたいですね。このくらいの幅しかないんで、はい、なんだろうな。こっち側のとことこっちから紐を通して網乗せたりとかもできますよね。ハンモックみたいな感じで、なんか夢が膨らんでますね。秘密基地みたいな感じ。秘密基地だ、はい、城が作れる。俺の城って感じ。俺の城ですね、はい、完全に俺の城だな。いいな、いいな。で開く、おでこが開くみたいな。うわー。すごい。おしゃ駅が少ないですね。おしゃ駅もないですね。少ないですね。入れないとやばい。入れたい。まあタンク自体大きいんでまだ用あるんですけど。うんうん、あ、そっかそっか。はい。ほんとだ。奥行きがある感じ。これここまで全部おしゃ駅だ。すごい。溜まってて。こんな。はい、機械がいろいろついてるんですよね。これがなんか風船みたいなのがサスペンションなんですよ。この揺れを抑えるためのやつ、はい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 、なんで4トンとかよりもはるかに乗り心地がいい。楽しい。なかなかここ見ることないですからね。見ないです。ないですよね。いつも遠くから、うん、遠くから見てる。キラキラした目で見てる。それがエアコンの配管ですね。うーん、はい、ガスが入ってる感じ、はいはい、うん、この辺がこれが冷却水か。今はまた冷えてますけど、予備のリザーバータンクと、これがステアリングの油圧、うんうん、はい、やっぱりこういうなんか、はい、あるんですね。しかもそうですね、ムムムじゃないですよね、これ7万ですよね。そうですね、ムムムじゃないです。整備するだけの目印。そっか、うん、縁起がいい数字だからちょっとこう。あ、確かにラッキーセブン。
こんな、はい、何気にこれはあれなんですよ、こう引くと、はい、これは倒れるんですよ、バトンって。これやると、あのここを足場にしてこうやって乗れるんですよ。で窓も拭きやすいっていう機能。なるほど。あ、なんかこれ私雑誌で読みました。あ、本当ですか。そう、台車は結構確認ステップがあるって。そう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 、これはね、一段開いてくれるんで、だ窓拭くときとかすごい楽になった感じです、うんうんうん、より安定して。そうですね、今までなんかこの辺に、はい、なんか こういう感じでちょろみたいな。そうですね、なんかプラスチックの滑り止め的なのがついてただけなんですけど、であと取っ手と、はい、なんとか頑張ってみたいな。そう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 、これだともうすごい楽ですね、やっぱり。確かにこの高さであると。そうですね、はい、窓拭きやすい。外車のトラックとかはみんなこれついてたんですけど、最近日野もつけ始めて、やっぱりじゃあちょっと外車の風を、はい、うん、欧米化してますね、ちょっと。顔がだってもう、はい、日本の顔じゃない。スカニアによく似てますよね、なんかね。似てますね、うん、書いてある日野アクティブハイビーム。しかし自動でなんかハイビームになったりならなかったりする機能。すごい。ウィンカーがここですね。そうですね、端っこに、ね、ちっちゃくなりました。ちっちゃくなったけど音感も光るんですよね、うん、なんかいろんなところが光りますよね。そうですね。上昇さんと比較するとさらにでかく見えますね、車が。3人分ぐらい。そんなにありますか。多分2人分じゃ足んないですね。あ、はい、上昇さんが縦に繋がれば天井に届くか届かないかぐらいかな。じゃあ脱こらしといてください。もう一個。ちゃんとこれ日野のマークが入ってるんですよね、ここに。ほら、ほんとだ、芸が細かい。そう、考えられてる。へぇ、かっこいいね。工具箱がついてる。そうなんですよ、ここに収納スペースになってるんで、角材とか。ここに雲が住んでますね。めっちゃ跡が。多分主もこいつです。現在進行形でお住まいのクモさんです。どうしました。起きたらどこみたいな感じ。確かに。雪は綺麗だね。珍しいタイプの。あ、テールライトがこうちょっと独特っすよね。独特ですね。はい、ちょっと珍しいっすね。日野は結構純正でこんな形のものも。後ろの箱のメーカーで結構変わってくるんですよ。あ、そっか、後ろの、はい、そっか。普通に入れちゃうのがすごいっすね。ぴったりサイズ。ぴったりサイズ。家みたい。これがタイヤパンクした時に下ろすんですけど、結構大変なんですよね。下になんか鉄のコロかなんかしかないと手じゃ引っ張ってこれないんで。あ、そっか、そう、重いんですよ、相当重くて。こっちがエアータンクですね。エアサスペンションの圧力系のタンク。これがここにそうです、空気溜めて車高を上げ下げするんですよね。君たちがいつも頑張ってます。てね、裏方です。あの前にある提灯みたいなやつは、はい、あれですか、はい、なんていうんだ、サスペンション。はい、そうですね、あれは伸び縮みして車高が変わる感じですね。あに空気が入るんですよね、中で。
こうやって実際に見ながら、はい、説明を受けると、はい、とってもそうですね、分かりやすいかな。どこまでが日野の、はい、なんですか結構変えてる人もいると思うんですけど、はい、小さいパーツとかは、はいはいはい、だいたいその箱は別として、はい、だいたいその例えばこのホイールのこの部分だけで日野ってわかるみたいなのが全メーカーあるものですか？そうですね、三菱だと多分真ん中に三菱のマークが入ってる感じなんですけど、何も書いてないのもあります。イスズは確か何も入ってなかった気がしますね。入ってなかったですね、はい、ベンツだとベンツマークが真ん中に、アクトロスとか、はい、入ってるのもありますね、うん、結構ここだけでメーカーをこう見極めるのはなかなかその真ん中のマークぐらいかなっていう感じですね。あの足回りの、はい、下のフレームの形状がちょっと微妙に違ったりするんですよ。ついてるところがちょっと間隔がちょっと違ったりとか、この支えの V 字型の金具があるんですけど、はい、これ前回もありました、はい、あ、そうそうね、イスズとはちょっと形は違うんですよ。実はでも前回これ写真撮った気がするから、あ、本当ですか、ちょっと違いが分かるかも、比べてみる、違いの分かるでもここだけ見てあ、イスズだねとか言ってたらかなり気持ち悪いですね。気持ち悪いです、整備士ですね多分整備士だったら分かりますよ多分。そっか、はい、何気にこの箱もここにネジっていうかこうシャフトがあるんですけどこれで止まってるだけなんで、はい、これを外せばこれが取れるんですよ、上の箱は全部、これまあ何箇所かあるんですけどそれで締めてるんですよね。でもやっぱり頑丈そうな、そうですね、金具で止まってますね、はい、そうですよね、簡単に取れちゃったの一大事ですね一大事ですね、10トン、12トンぐらいの重さのものが乗るんでやばいへ、中国とか他の国に行くと全然また作り方が違って、へ、はい、日本はすごくしっかり作ってる、裏の方もすごい綺麗なんですよ仕上がりも。あ、そうなんですね、はい、溶接とかも、うん、中国だと、ね、はい、もうこの辺が全部ネジで止まってるだけみたいな、へ、怖い、はい、それでいいんだ多分この箱自体はすごい日本のが持つと思いますよ、寿命が長い多分。あとは燃料タンクにも一応日野のマークが入ってるんで、あ、本当だ、日野モータースっていう、これは200リットルですね、200リットル、ミセルのこっちは200、こっちが300で、この車だと500リットル燃料が入るんですよね。すごい、全部ですごい、九州ぐらいだったらいけますね、わ、片道片道九州だったら行けますね。九州まで、すごい。はい。前が駆動でいいんですか？これは後ろなんですよね。この2個がどっちも動いてる感じですね。ずっと、はい。前は転がってるだけ。この前はそのバネの、これが板バネって言うんですけど、このなんか下に2本、2枚この。あ、これです。はい。この前はそれがエア式だったんで、前にもあの提灯型の、あ、ありましたね、うん、エアバッグがついてたんですけど、それはないんですよね、うん、すごいですね、これで、はい、なんとかしてるんですね。そうです、これでもう全部重さをここに荷重がかかるんで、すごい、なんかね、薄っぺらいから大丈夫かなって感じですけど、うん、でも、はい、2、3センチの厚さの、はい、鉄板、そうですね、2枚っていうのがあれなんですかね、うまいこと分散させたりとか、はい、そうですね、してるんですかね、まあ、前に2個と後ろに2個とこっちにもついてるんで、これ2つのバネで、はい、分散してる感じですね。なんか真ん中にある歯車みたいなのがリターダーっていう、はい、機械で、うん、ブレーキなんですよね、それ、あ、はい、磁石でできてるんですけどそこに電気通すとあの磁力がアップして、お、磁石の力で止める、なるほど、はい、
これはついてる車とついてないのがあるんですけど、うん、はい、トラックだと、はい、前のタイヤは、はい、ホイールが出っ張ってるじゃないですか、はい、ホイール部分が、はいはい、凹ってで後ろが、はい、凹んでるじゃないですか、はい、凹んでる側が駆動輪、そうですね、そうですね、はい、うん、ダブルのタイヤなんで、じゃほとんどやっぱ後輪駆動ですよね。そうですね、基本的には後輪駆動で、三軸車っていうこのタイヤが3つか、これ4つですけど、3つついてるタイプの車はここだけなんですよ、動いてるのは。ここはただ回ってるだけなんですけど、この低床4軸っていう車の場合は後ろがどっちも動いてる、はい、高床3軸の2デフってのもあって、高床3軸っていうこの三軸車の両側、はい、動くタイプと、まあ、ほぼ大多数が前だけ引きずりってタイプなんですけど、ダンプカーとか引きずりって、引きずりってのは基本的にもただ回ってるだけのタイヤのこと言うんですよ、一番後ろにあるダンプとか、そう、道が悪いとこ行く車なんかは三軸車でも2デフ機能、まあ、ずっとこの後ろを2個とも回すっていうような機能がついてるものが多いですね。地面を踏まないと進まないからですね、はい、砂利道とかやっぱ現場で入るんで、あ、そっかそっか、はい、ぬかるみで進まなくなっちゃうと大変なんで、トラックそうですね。はい、いかがだったでしょうか。非常に緩い動画だったんですけれども、バンドあのあたりのボーカルの上昇綾野カミヨンさんと第3回目のコラボを行ってきました。トラックのいろいろな部分に関して細かい解説を交えてですね、トラックにあまり詳しくない方も、まあ、意外と楽しめる動画になったんじゃないかなと思います。上昇さんの公式 YouTube チャンネルの方はこの動画の概要欄の方に貼らせていただいておりますので、そちらからジャンプしていただければ、トラックの歌をはじめ日頃アーティストとして活躍する彼女の魅力がとてもよく伝わるんじゃないかなと思います。ぜひ見てみてください。それでは今回少し長い動画になってしまったんですけれども、こちらで以上になります。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではアイトでした。おやすみなさーい。